次の1の8でまたなんかボス戦があるから、そこまでちょっと進めたいな。1ワールド5、ちくわゆかアスレチック。ちくわゆかって今マリオメーカーとか使われてるあのギミックじゃねえな。あの、この先ずっと乗ってると落ちてしまうとても危険なちくわのような床があります。これだって、これってあれでマリオメーカー使われてるギミックだよな。これね、ヨシアイランドでが元ネタなの。へえ、そうなの。いや、もしかしたらマリオ、なんかマリオにも普通あった気がするけどな。しかもなんか自動スクロールかよ、これ。あー、いきなりから落とされてしまうと思ったらしっかり着地していく。あえてこの逆に落ちるちくわを利用して、下の方に行っていくっていく戦術もあるからね、もちろん。完全な自動スクロールステージ初めてな。うわうわ、出た出た。うわうわうわ、これ。これ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 、なんかもう歯車のようにして進めていくやつ。これ面白いんだよな。こうやって、ぐるぐるぐる、もうぐるぐると、ぐるぐると回していく。あ、へいほ、お前解け。卵に変換できなかったか。せめてあの花だけは取りたい。え、でかさ、パーン。これ取るぞ。オッケー。おーし、ナイス。なんか、俺、先に進みすぎなのか、もしかして。先に進みすぎて、なんか、次のステージがまだ読み込み中なんだけど。できればさ、花とかあの赤いやつとかも、なるべくフルコンプ目指したいんだけど、多分、それやるにしても、後でじっくりやった方がいいと思うんで、あ、こいつ、食って、卵に変えて、ちょ、おさらいね。で、これで、打ち上げていく。うわ、来た来た来た。もう、このステージのコンプリート難しすぎないか。さすがに、早く、ちょっと卵のストック状況が常に、あれだな。かなり、金欠というか、もっと打ちたいのに。俺もうこういうのなんか、うずうずしちゃうんだけど、早く進めたくせさ、うずうずするこの気持ちわかる。あ、中間あった、中間あった。あ、中間でポイント回復して。どうしよっかな。でも、これもエンドコがすごいだけなのか、このステージ。ここ行って、花も取って、上行って、もう常にこの、前線を切り上げていく。もうなんならこれで押し上げられない。ステージなんか無理やりこうやって右にガーっていけないか。なんかスーパーマリオは、あ、来た来た来た。お前さっきだと思ったけど、あいつを食ってあまりやらなかったか。スーパーマリオワールドだとなんか、R とか押すとさ、ちょっと画面、奥の方まで見れるよね。はい、これ打っていく。オッケー、来た来た来た。あ、くそくそくそ、もう。何もできないんだけど、このステージ。あ、やべえ、やっちゃった。たまに間違えて吐くやつな。はい、それ。オッケー、オッケー、うまい、今がのむくね。キャノンショット。で、これ多分、こっちから出たくないときは、こうやってひたすらジャンプしておけば大丈夫。で、多分これゴールだな。ゴール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 。ゴールゴールゴール。はい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 。もう無理やり押し切っていくから、これ。オッケー。あ、しかもなんか、ボーナスクロール。最悪。さあ、続きまして、1の6。竹馬に乗った兵法。なんか結構兵法したな。お、来た来た。あ、なるほど。あ、なにこいつ、竹馬に乗って、この、ヨッシーの下ベロをかわしてくる。マジか、足元すくってやるぞ、あいつの。こうやって、足元だけ狙うわ。こいつ、避けんのうまいな。え、どうすら倒せんの、こいつ。背後から行くのか。あ、さすがに後ろから、で、どうやってお前避けてんだ。避けようがねえだろ、これ。踏めばいいのか。あー、なるほど。ふ、ちょっと待って、いや、死んだ。死んだ。やばい、死ぬ。危ねえ。踏んづけてから、あれか、あれすんのか、ボンガンでやんのか。あー、なるほどね。多分これが、しかも、あれ、しかも、あれ、これってさ、あー、え、めちゃくちゃジャンプすんな。入れ、これ、ジャンプ。入れた。踏んづけてから、あ、一回なんか竹馬から強制的に下ろしてってことか。うわ、めんどくせ。めんどくさい。ちょっと、危ないっす、これ。危ないっす。ちょっと待ってね。踏んで、ちょっと待って。踏んで、ストックして踏んだせっか。オッケー。意外となんか見た目以上に強敵だったわ。あ、いいね。これ破壊して、なんかすげえ、変な。幻術師みたいなやつがいる。幻術師みたいなやつら。ドラクエの。あー、なるほどね。これってなんか位置変えられないっけ？しくった。これミスってる。まあ、いっか、別に。オッケー。いいや。この洞窟をひたすら進んでいこう。この洞窟の曲さ、なんかさ、めちゃめちゃ古い。一番初期のなんかスーパーマリオよりなかったっけ？ファミコンとかの時代の。アレンジなのかな？まあ、何を隠そう。僕、不登校の時に一回このゲームやってるけど、それ以来のプレイだからね。大体忘れてるから。まあ、ヨシアイランドには、何箇所か本当に忘れられなくなるようなトラウマステージみたいなのがあって、まあ、それは実はちゃんと覚えてて、ただそれ以外に関しては、あまり、え、何お前、え、どうすんのそれ。どうやってそこにぶち込むんだ。ん、
あれ、バンドしないよな。じゃあちょっと一回ここで、このヒップトロップやってみようか。あれ、どうやって入れんの？すげえ気になる。あれ、どうやって入れんの？あれ。あそこのチューリップどうやって入れんの？ねえ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 。入っちゃった。あ、わかった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 。もう毎回当たった。はい、吐くんじゃねえか。卵で無理だから、こうやって、こ、あ、惜しい惜しい。今の感じ、今の感じ。わかる？俺がやったこと。お前ちょっと俺の、逃げになれ、逃げに。生贄に。で、こいつ飲み込んで、何もせずに、こ、違う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 。違う違う違うっつってる。やべ、入っちゃった。やべ、グダグダでここカットしたくなるやつだ。いや、俺カットしないよ。もう、なんなんだ。何やった、やべ。やばい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 。やばいよ、あ、あれ、まあ、あそこでマリオ入んのかと思った。まあ、いいや、まあ、むしろ、いや、もう。多分何かしらどうせ変な星とかでしょ。スイッチを見つけたら踏んでみよう。秘密の入り口が分かったらお得なことがいろいろある。なるほど。痛いん食われた、もう。ごめんね、マリオちゃん。いつもほったらかしにして。オッケー。スイッチを見かけたら踏んでみようだって。これか。ああ。なにこれなにこれ、なんか始まってる。なんか始まってる。え、いいっすか、入っちゃって。あ、なんかあるんだ。秘密の洞窟みたいなの見つけた。なんすかこれ。ここではモグラにモーフィングです。モグラにモーフィング壁を掘り掘り。2枚の赤コインが出てきても秘密にしててね。え、絶対チクる。秘密にしないよ俺。あ、これまたなんかヘリコプターみたいな変身？あ、モグラになるんだ。こんなモグラさ、マリオワールドにいた気がするんだけどさ、気のせいかな。ちょっとプチミニゲーム的な感じか、これ。じゃもう全部コインちょっと取っちゃおうか。うわ、なんか、やべ、やべ、モグラが、モグラ逆さになっちゃってる。逆さまになってしてる。このギミック面白いな。くそ、ちょっと待って、一回ここで回復して、で、もういいや。あとのやつはもう全部これでゴリ、オッケー。あ、2枚つってたよね、赤コイン。だったらもうあとは放置でいいや。オッケー。あ、持ってきた。ちょっとこの花だけ取りたいな。この日見た花の名前をまだ僕らは知らないと言わんばかりに。序盤だからこういうなんかテキストの説明が多い。必殺ヒップドロップ。ジャンプ中、下を押すと必殺ヒップドロップだ。ちょっと嬉しいぞ。え、どういうこと？それもう今まで俺がずっとやってること？え、なんかヒップドロップの上位互換があるってことじゃないよね。俺がずっとやってることだよね。なにこれ？すげえ、このやっぱステージが長いな。一個一個の。この微妙な、この高さ生かして、避けてくんのがもう、しんどい。ジャンプ、オッケー。何がオッケーなんだ。あ、なるほど、この上に、うわ、ポケモンピンボールある、あそこに。ポケモンピンボールのフリップがあるけど。あ、なるほどね、これでやって、あ、こういうギミック面白いのよ、こうやって。うん、バンドさせて、で、さらに、くっそ、無理だから諦めよう。あのもう、このヨッシーは、僕、ヨッシーなんですけど、めちゃくちゃ諦め早いんで、あ、ちょっとで無理やなと思ったらもう先に進んじゃうんで、その辺皆さんご了承ください。完璧、パーフェクトプレイ目指してるわけじゃないから、これ。もうとにかく無理だなと思ったものに関してはもう全部スルーしていくからね。オッケー、まあこういうのは取っていくけど。オッケー。はい、ゴール。はい、1の7来ました。1の7。ボス手前だね。ワールド7、サールドフラフラ、ワターボー、ワターボーだって。ワターボー、なんかポケモンいなかったっけ、ワターボーみたいな名前です。こいつか。まあ、結局こいつらもさ、ヨッシーにかかれば、最終的には卵にさせられる海なんだよ。オッケー。お、なんか現れた。あ、なに？どういうこと？え、今パックに当たらずになんか変なとこ当たった？え、なにこの隠しコインみたいなやつ。奥が深すぎるか、このゲーム。ちなみにこれは、こうだね。オッケー。そうなんだよね。ああいう、このヨッシーの下手具を、うわ、こいつらめんどくさいやつだ。こいつらめんどくさいやつか。あの、ヨッシーの下手具を使ったギミックが、こっから多分増えていくと思うんだよね。なので、こうやって、こう、ちょっと回し場所あったら、もう、こいつらどうすればいいんだ。これ踏んづければいいのか。あー、やっぱ無理だった。トゲ像的な感じだよな、マリオのな。あそこの鍵が気になるけど。これ下から行ってみよっか。卵がちょっと足んなくない？ご了承いけないか、これ。あ、ご了承なんか、え、なんかご了承いけた。え、あ、落ちたー！そういうのやめてください、お願いしますー。もう一回ちょっと行くわ。なんか、てか俺が持ってる卵の色変じゃね？
これ何？これ何ですかこれ。こいつを、こいつら倒せるみたいな。いや、待って待って待って。ちょっと一回温存しよう。オッケー、入れた。よし、ナイス。さあ、これを取ったはいいけど、まあ何に使うか全然分かってないんで、まあとりあえず先に進みますか。おお、来た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 。こういう無限増殖期間がな。ありがたい。これも全部、一回補充しよっか、ここで。しっかりと戦う準備を整えておく。まあ、こんぐらいでいっか。雑にね。ストックフルまでするんじゃなくて、雑にこうやって、やっていく。お、あ、これが、え、なにこのわ、え、なんか変、うわうわうわ、なんかやることになった。ヨッシーが、なんかラリっちゃってる。やべえ、ヨッシーがなんか、タイマスっちゃってる。ちょっとやばいやばいやばい。これ子供に良くないんじゃないか、これ。教育に良くないんじゃないか。これ。ヨッシーなって目見て、これ。ギンギンに覚醒しちゃってるやん。なんだこのワタボーの変な。よし。ちょっと将棋を保ってくれ。いけ。あ、でも、意外とコントロールいっていう。あー、取りたい。それは全部取りたい。せっかく出た棒に関しては全部取りたい、俺は。よし、オッケー。ちょっと。どうすりゃいいんだ、これ。オッケー。よし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 。すげえなんか、ブワブワしてんな。ジャンプしよっか。あ、なんか、あ、ワンナップ、あ、ワンナップ無視。無視でいいやもん。ほい。オッケー、最後にしっかりと。あー、もう、この星取るのが一番難しい気がする。これのフルコンプえぐくね？あ、なにこれ。え、なにこれ。どうされんのこれ。あ、ヒップアップで壊せるのこれ。初めて知った。今のみんなちょっとちゃんと覚えといてな。こういうところにしっかり赤コインが隠されてるからね。さあ、7面もおそらくクリアか、これで。クリア。ケイー。いや、結構順調じゃないか、今日。毎回な、フラワーは大体5枚取れるんだけど、他の細々しいやつがな、集めきれない。さあ、8面じゃないわ、1の8。ビッグスライムの後ろ。ビッグスライム。来た来た、俺の好きな曲。うわ、なんかこういう立体的なさ、ギミックを、結構、早くから取り入れていたんだよな、このゲーム。元のだってスーパーファミコンのゲームだからね、これ。多分当時にしては結構珍しいんだよ、こういう立体演出。あ、もうちょっと立体が雑すぎてなんか乗れてんのかどうなのかわかんない。乗れてるな、とりあえずオッケー。あーなんだこれ。ちょっと上気になるから、さすがに行きたいっすね。オッケー行けた。おー来た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 。え、なにこれ。あそこどうやって行くの？あれ行き方わかんない。これで行けんのか？え？なんか変な水鉄砲ってくるポケモンがいるよ。あ、わかった。ちょっと待って、あそこに隠し、ちょっと待って、隠し扉みたいなのがある。あそこの上なんか、うぜえな、こいつ、マジで、お前。口接着剤塗るぞ、こいつ、ほんとに。二度とその噴射できねえようにしてやろうか、てめえ。ほら、ここだ、ここ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 。多分さっきの子でしょ、これ。やっぱり、おらー、当たったー。こういうなんかちょっとした隠し要素を俺全部解消したいと思ってんだよな。気になったやつは全部。うぎゃー、なるほど。はいはい、これで、そういうことか。あいつに乗って各方向に行ってくださいってことね。あ、中間だ。中間だけれども、中間だけど外れか。ってことは下だね。下でいいのかな、これ。下行ってみるよ。お、来た。なんか言えもん。右のブロックに卵をぶつけて同じ色のトゲ床が回転します。つまり卵が必要。ああ、これか、なるほど。あ、赤のもある。ちょっと一回右まで行ってみていい？意外となんか、ボスの扉ここには落ちたりしないから。散々なんか、扉がなんか床がどのこうのにといて。まあじゃあ押してみよっか。ああ、面白えなあ。はい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 。ちょっとこれってもう卵が絶対どっかに無限増殖してるはずなんで、それを見つけるまでは、ちょっとあまり無駄遣いしたくない。赤のじゃあ、あ、これか赤のブロック。でもこれって結局、ああ、なるほど、そういうことか。はいはい、こうやって交互にやっていくわけね。なるほど。ん？あれが扉か。いやでも鍵かかってんな。どう行けばいい？真ん中からまた行けるな。あ、ありましたね。案の定。案の定あったんだけど、これ残り1個のやつもったいない。なんか、打ってからみたいんだけど、まあ、無理か。
これさ、ちなみに、ちなみになんだけど、下に落ちなかったっけ？ああ、無理なのね。オッケー。じゃあ分かった。把握した。まあ別にこれは失っても、これ全部。2、3、4、5、6、7、8。オッケー。え、7個か。こいつ倒したらなんか持ってんじゃねえの？お前。お前絶対、なんか、お前そこにいる意味っていうのは。濃厚すぎる。濃厚すぎる上にマリオが。やべ、マリオが連れてかれた。マリオ返した、お前。誘拐犯だ、こいつ。暗い。え？結構タフだな、こいつ。踏めばいいか。踏んでやるか、こいつ。あ、死んだ。割れた。でもなんかコインでしか出さなかった。しかも赤じゃないって。何の意味があったんだよ。わかった。あのね、花瓶あったじゃん。多分あん中に鍵が入ってんの。で、これあれだわ。まあ、これ食らっちゃってもしゃあない。くっそ、これマリオさ、多少の強引なプレイが。よし、うまい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 。あっこに、多分行くんだよ。これ、バチコリ押してからの、これ乗るんよね、多分ね。乗れるか？乗れた。乗って、こうや。よし。ん？もう一発？割れた。よし、やっぱ見つけた。オッケー。で、これでしかも上まで自動的に行けるから、これでボスに行けということやな。つまりな。うっと、落ちていく。危ない。怖い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 。いや、ステージのさ、これ仕組みがマジ面白すぎるよ、ヨッシーアランド。どんな神ゲーだよ、これ。いや、しかもまだあんの。普通ならもうあそこで終わってるはずなんだよな。やべえ、クソむずい。けどなんか見つけた。ワンナップした。意味がない。多分こうやって。多分こうやって。立って、こうやって方向変える。こう。もうちょい。もうちょい。オッケー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 。うわー、これはさすがに中間取っときたいでしょ。さあ。この、ワールド1、最後の締めくくる。ボス戦来ますね、これ。来たー。いやー、これ卵の残機数がちょっと不安だけど。何？始まってんの？もう。うわ、始まってる、始まってる。しかもなんか閉じ込められた。ん？え、何あの、弱そうな。なんか、ヒマナッツのさ、あの、苗がないやつ。え、ヨシュちゃん、赤ん坊が行きたがってるのはクッパ城なんだから、こっちに渡しなさい。毎回このボス、あれだな、ボスがなんかこのカメックに変な魔法かけられて巨大化してみたいな。お約束みたいな。うわ、気持ち悪い。気持ち悪すぎる。なんか生成された。ちょっとやめて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 。やめてやめて。ちょっとやめて。キモ。あ、でもなんか、ダメージなんない。ちょっと。これさ。うわ、気持ち悪い。今のなんかすげえ、ちょっとあの、集合恐怖体の人とかちょっと耐えられないやつじゃないの、これ。気持ち悪い。ハスコラ的な恐怖心煽ってくる感じがある。うわ、怖い怖い怖い。あ、死んだ。弱え。てか当たっても死なないってこいつ何なんだ。あのマグマにちょうど落とされたら負けってことなのかな。はい、ということで1-8ボス撃破しました。まあ多分これで次回から2面に進めると思うんで、またそっからちょっとね、ゆったりとまったりと自分のベースやっていこうかなと。ん、なにこれ、なにこれ。え？燃えた？あ、なるほどね。こうやって一個一個敵のアジトを破壊していく感じか。あ、これで2面にやった。あ、なりました。はい。ということで、今日はこの辺かな。また次回、やっていきます。